皆さん、改めまして、こんにちは。昭和マニア、マニアです。はい。すいません。はい。本日、今年最後の動画ですね。はい。今年最後ってあれですよ。YouTube が最後とかじゃなくて、はい。昭和マニア1が1人が、じゃなくて、2012年のね、最後の日ですね。今日。はい。12月31日ですね。ちょっと早いですけどもね、今年もね、早いですね。はい。ね。まあ、あれですね。まあ、ちょこちょこちょっとね、まあ、世間話ですかね、前半だけちょっとだけ話しましょうか。まあ、ちょっと今年を振り返ってみましょう。まあ、いろいろありましたね。まあ、僕の、YouTube アカウントは、1年ね、もう2ヶ月ぐらい経ってるのかな、10月ぐらいにね、作ったんでね、はい、もう1年1ヶ月は経ってますね、はい。まあ、今ね、冬休み入って、もう1週間ぐらい経ったのかな、はい。まあ、それぐらい経ってますけどね、皆さん、宿題は終わったでしょうか、はい。まあ、僕はね、もう終わっちゃったんですけどね、終わったっていうか、もうね、あれ、宿題の量がね、少なすぎただけなんですけども、はい。まあ、終わりました。はい。でね、まあ、そうですね、2012年いろんなことありましたよね。YouTube の活動では、まあ、8月ですね、もういきなり8月に入っちゃいますけども、8月は、あれですね、ま、夏休みのね、の時は、幕張のね、共演させていただきました。本当に、皆さん、改めまして、皆さんに、お礼を言いたいと思います。本当にありがとうございます。はい。本当にありがとうございました。あれは本当に楽しかったですね。もうちょっとね、会話がね、まあ、慣れ立てればよかったかなと僕はね、思ってるんですけどもね。また次の共演の時にはまたよろしくお願いします。はい。でね、まあ、はい。もうね、明日はね、いよいよもう2013年を迎えるわけなんですけどもね。早いですね。はい。僕はね、今高2なんですけどもね、来年はもう高3ということで、ね、もう受験生にね、もう進路のこともね、いろいろ考えていかないといけないなという感じに思ってるんですけどもね、はい。まあいろいろね、いろいろ進路とかもね、やっぱ今の高校3年生の方とかは、やっぱ進路にね、やっぱ悩んでるっていうか、やっぱね、不安とかもあるんじゃないかなと。思いますね。まあ、後悔してるっていう人、中には後悔してるっていう人もね、いますけど。はい。まあ、そんな感じですかね。あとは、ね、ちょこちょこね、一人ずつ共演さ、ね、させていただきましたね。はい。まあ、その方たちにもお礼を言いたいと思います。本当にありがとうございます。はい。またね、共演できればね、いいですね。はい。まあ、ですね。なんだろう、ね、あとあれですね、まあこの前の投稿、はい、ちょっと声入ってますけども、はい、気にしないでください。まあそうですね、 PDR さんタグっていうのもねやりましたね。はい、もうあれちょっとデタラメに言っちゃいましたけど、デタラメに言っちゃいました。ぐちゃぐちゃで本当に分かりにくかったと思いますけどね。あとちょっとね、いろいろ失敗というか間違いとかもね、ちょっといろいろありましたけども、はい。まああれはね、本当に単なるゲームということでね、まあ楽しくやらせていただきましたけども、いろいろ間違いながらね、やりましたけどね。はい。じゃあ、まあね、そろそろね、もう4分も年経つことになっちゃいましたんで、ね、ちょっとなんか前半が長くなっちゃいましたけども、ちょっと短めにまとめればよかったなと思いましたけどね。はい。今日の動画は、まあ、今話した通り、今年最後の動画ということでね、まあ、いろいろ今年を振り返って、今、簡単にね、言いましたけども、もう4分以上経ちましたね。はい。では、早速、もう本題の方に行きたいと思います。はい。今日は、昭和レトロ博物館ということでね、まあ、トミカも投稿しようかなと思ってたんですけども、まあ、ちょっとね、はい、いろいろ事情により、昭和レトロ博物館をね、やっていきたいなと思います。今回紹介するの、これもね、前に紹介したような感じがするんですけども、ふまきだのね、ベープ巻きですね。これ。
これはお母さんが独身の頃に使っていたもので、はい、独身に使っていたもので、もういいですね、これ。はい。もうわかりますよね。はい。で、まあ、踏まえきらから出してるウェーブマキです。はい。まあね、こんな形じゃないんですけどもね、まあ、薬局とかに、サンドラックとか、そういうところに行けば、多分売ってるんじゃないかなと思います。今はもう売ってないと思いますね。夏ですね。夏。カトリキなんでね。電子カトリキですんで、はい。はい。ではね、早速、ね、開けてみたいと思います。やり方はこんな感じで書いてみます。はい。マキラ株式会社。では、早速開けてみましょう。今行く行く。ちょっと待って。はい、すいません。今、親の声が入っちゃいました。すいません。はい。こんな感じですね。ベープの、ね、本体ですけども。ここにね、青いマットをね、ちょっと汚いですけどもね。ここに青いマットをここに置いて、まあ、ね、今時このカトリキを紹介するのも本当にちょっとおかしいですけどね。はい。まあ、気にしないでください。はい。これしかちょっとね、ネタがなかったんでね。はい。ちょっと今のところ、はい。まあね、今見たってね、これ紹介すんのみたいな感じに言わないで、はい、そういうことを言わずに、ね、楽しんでいただける、最後まで見ていただければ嬉しいかなと思います。で、まあこれはやり方は簡単ですね。ここから引き出すんですよね、コードをね。ちょっと箱邪魔ですね。はーい。ちょっとずつでやって、コードがね、こうやって出ます。巻き取るときは、このね、白い部分を、こうやって、時計方向かな。時計方向にこうやって回していくと、スル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 と。あれ、スル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 。はい、こうやって、巻き取れるわけですよね。はい、こういう感じですね。はい。まあね、実際にはまだ、でもこれね、一回ね、電源プラグにね、あ、じゃあ今やってみますか。多分これ壊れてないと思うんで、多分思いますけど、ちょっとやってみますか。ちょっとプラグさしてみますね。はい。こんな感じにランプでつきますね。で、ちょっとあったかいですね。はい。こういう感じに使うみたいですね。今でも使いますね。はい、というわけで、ちょっとね、説明がね、短くてすいませんが、以上で、ふまきら、ちょっと待ってね、はい、以上で、ふまきらベーブ、マキベを紹介しました。はい。でね、またね、なんだろう、もうね、明日からね、もう2013年ということで、はい、もうね、2012年も終わっちゃいますけどもね。はい、というわけで、これからも、昭和マニア1982をよろしくお願いします。コメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ではさようなら。